ドラックス見てみた、まさし。アウトドラックス見てみた、まさし。あ、まさしじゃねえ、これ。ちょっと、みんな、まさしが、ほら、まさしが来たぞ。ツイッターの方のコメントに。出たよ、今。まさし出てきたよ、今、ツイッターの方に。ね、来たよね。ツイッターの方に来たぞ。ミネタさん、ダウンタウンの、ね、そうそう、ミネタくんさ、まさし来た、まさし来た。みんな、まさし来た。ツイッターに、ほら、コメント欄にさ、めっちゃ出てる、ほら。みんながびっくりして、まさしさんって、野生だからさ、ねえ、ライブのパフォーマンス特集、やってんだね、いろいろ。つんの知らない民放の世界。野生じゃなくて純粋って言えば、そうだ、野生の太陽、そうそう。まさしさんコメントして、あ、カンジャムはエフェクターで、ね、遅れてみた、まさし。まさしがね、まさしが遅れてみたってさ、ありがとう、まさし。まさし、だいたい見てくれてるからな。突然、家ついて行っていいですか、やべ。まさし、山田さん来たよ。フジテレビつながり。へいへいへい、最高。ハエつかみやろうかな。山田さん、ねえ、まさしって、ちゃんと入れてくれてるね。俺をまさしだって。まさしさん、関ジャニとセッションだと、どの曲やりますかだって。まさし来てましたよ。夫が来た。しれっと見てる、まさし。山田さん、まさしさん、爆音の歌詞掘り下げてください。だって。すげえ。ちょっと遅めだから、今日。ね、時間差視聴。イチャイチャしてんだ、ニヤニヤ。まさし来たわ。優しいな、やっぱまたな。作詞の世界でマツコの知らない世界。作詞の世界いいね。それいいかも。それいいかも。うん。わーい、まさしさん、山田さん、山田くんの動向もチェック。まさしさん、まさしさん、山田まだ、ツイッターガビガビですか。まさしやす、ツイッターまだ結構見れてるな、なんか。ねえ、不思議じゃない。まさし優しい。ルリ色のキャンパスレインコ、ありがてえな。あ、これまさしだ。ありがてえよね。まさしさんも TVer かな。TVer、作詞ほんと好きなんで出てほしい。ガビガビだべ。そうだ。ねえ、まさしさんは、